芸人グランプリ優勝のストレッチーズ、今後の活躍を占う。さあ先生、はい、5月21日に放送されました、はい、次来る芸人グランプリで太田プロ所属のお笑いコンビ、はい、ストレッチーズが3代目チャンピオンに輝きました、はい、過去の優勝者は、ね、ちょっとネタ番組とかいろいろ出始めて、はい、売れているんですけども、はい、ストレッチーズはそれに続くように、芸能界で活躍することはできるんでしょうか、はい、どうでしょう先生。そうですね、一応2人とも、まあ、同じ重王です、ね、はい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 。それでこのオツがあって、なんか相性いいみたいですね。あら、コンビの相性はいい、はい。2人とも慶応のすごく高学歴の2人ですけども、そうすると後半も彼の方がなんかここ36からかなりいいんですよ。あら、なるほど、ボケの福島さんの方が36から。そうですね、はいはいはい。で彼の方はちょっとこれがちょっとなんか玉に傷みたいな、はい、それが同じのがちょっとくるので、ここがちょっと35ぐらいから、はい、ちょっとこれちょっと問題あるかもしれません。あら、じゃあちょっとそのタイミングでコンビで運勢の差が出てくるんですね。なるほどなるほど。今はどうでしょう今年。とりあえず運勢的には今盛り上がってますね。あら、やっぱり、はい、じゃあちょっと、イケイケどんどんの感じで。そうですね、やっぱりそれはもうね、せっかく漫才師なんでこれ気になるんですけども、今年の M1 グランプリ、2人はどうでしょう、決勝いけそうですか。なんかいけそうな感じ。お多分最速ですよ、 M1 決勝メンバー予想、ね、あ、そう6月のまだ予選の概要も発表されてないですけど、はいはい、あらちゃんもちょっと今年の、じゃあもうまず一枠予想、そうです、ね、はい、ストレッチーズということで、はい、何か気をつけた方がいいとかありますか。うん、そうですね、これ彼はなんかちょっとなんかつまずけやすいものがあるから。あら、そうなんですね、うん、なんか学歴とかそういうなんか、あら、そういう社会的なちょっとレッテルになんか、うん、ちょっと敏感っていうか、あ、ね、なるほど、その、ね、賢特有のなんか、そうです、ね、そうです、ね、あ、なるほどなるほど、ね、ちょっとそういうのも気をつけながら、そうですね、はい、あ、そういうなんかつまずくってよくある女性スキャンダルとかではなくて、そうですね、ちょっと、うん、なんか社会的なところですね、うん、そうですね、社会的な、なんかちょっとイデオロギーかなんか、そういう思想的な、思想的な、あら、ちょっと、うん、かもしれないです。あら、ね、じゃあ、福島さんの方は36からちょっと そうですね、より絶好調、はい、楽しみですね、です今後は。そうですね、いいですね、はい、高木さんの方はじゃあちょっとその思想的なところで注意して。そうですね、初めて出ましたね、思想的なところで注意するっていうことで、ね、はい、まあでも今年の、決勝メンバー予想、ね、でございますから、はい、先生は、ね、はい、去年錦鯉さんの優勝当ててますから、はい、ね、M1 に関してはもうこれは当たると、はい、ね、楽しみでございます、はい、先生また明日もよろしくお願いします、はい、それでは、明日もご覧ください、また明日。